こんにちは、タイヤマン平の鈴木です。今回はタイヤの、減り方、摩耗の仕方、特に、タイヤの角、両肩ですね、両肩が摩耗していく、私たちは両肩摩耗と呼んでますが、このタイヤ、実際に今日両肩摩耗したタイヤが出てますので、実際のものを見ながらご説明したいと思います。そして、この両肩摩耗をしないためには、どうしたらいいかというようなご説明も、まとめて後でしたいと思います。ではちょっとタイヤを見に行きます。こちらは、今日実際に、タイヤ交換で、排気タイヤとして、出たものなんですが、このタイヤはもともと新品の時にはかなりこの両肩ですね、角は四角くかなり溝の深いタイヤで、深いタイヤでした。で、少し前のタイヤなんですけれども、今現在はこの両肩がうんと角が立っているタイヤ、こういうタイヤをスクエア形状、四角いですね、角のあるタイヤをスクエア形状のタイヤと言ったり呼んだりするんですが、そういうタイヤは少し少なくなってきまして、ほんのり、少しですね、丸みを帯びたタイヤが主流となっています。ですので、なおさらのことですね、使っている時に、空気圧不足ですとか、あとは、車の車体の姿勢の変化によってタイヤの路面に接する形状というのが変わってきますので、それによってこのタイヤの前面が減るというよりは片側だけ、または両隅だけ、両端だけが減っていくというような現象が出てくるんです。これが両肩摩耗と言っています。こちらのタイヤは実際今日少し空気圧不足傾向でした。実際のお車に表示されている標準空気圧は 0.5 キログラム平方センチ、50キロパスカルですね、ほど下がって使われていました。まあ、使い始めから、常に空気圧不足だったという感じではないんですけれども、今日の状態はそういう状態でした。ですので、まあ、ここのところですね、もう少し真ん中を上手に使って、両肩が減りすぎないようにまんべんなく使っていったらいいんではないかなというのが、アドバイスの、一番のその元になるところです。そして実際に今度小さいタイヤのモデルでご説明してみますと、ここに今小さなタイヤが、これモデルがあるんですが、このタイヤのこの接地部分ですね、ここの下の接地部分、タイヤを上から重さをかける、タイヤが自動車の重さを支えて走るときには、タイヤはある程度の空気量の時に、こう沈んだ時にですね、タイヤの横がこうたわみますね。こういうね、たわみます。その時には、タイヤの接地面というのはどんな風になっているかというと、今度はここの部分を輪切りにした状態をこう作ります。タイヤ、これをちょっとタイヤの一番下だと思ってください。路面に接した時に、ある程度の重さがかかっていく、重量がかかっていく時に、タイヤというのはこの馬蹄形してますので、こう重さをかけていくと、中央付近がここですね、ここですね。ここが反り返るんですね。ですので、自然とタイヤの中央付近っていうのは、両肩、こちらとこちら、この隅に比べて、圧力がこう変わってきますよね。ですから、真ん中がしっかり接地するというふうになるには、やはり圧力がしっかり入ってないとですね、こうたわんだ時には真ん中が少し遊んでしまうんですね。ですので、まず空気がしっかり入っていることが大切と、あとはもうどうしても仕方ないんですけれども、そうですね、カーブを、通過するとき、前輪は、例えば左カーブでしたら、右に、車体がぐーっとこう変化します、ね、傾きます。右カーブでしたら、来たときに左側へこう車体が少し変化します。今の車は、あと、
発進の時に、タイヤの、設置の位置がやはり駆動輪なんかですとこう内側を強く使ったり、あとブレーキの時になりますとやはり内側強く使ったりっていうのがありますんでね、やはり、その辺が、全てがうまくいくというわけではないんですが、まあそのように、タイヤを、使う時に両肩摩耗が出にくくするには、空気圧管理をしっかりするということがまず一番大切なことになります。そして、定期的なローテーション位置替え、これを行うことによってかなり、まんべんなく、使い切る、上手に使っていくことができます。まあ、このような、アドバイスを、しながら私たち、常に販売、整備、行っております。タイヤの使い方や空気圧のご相談、等、受け止まってますので、何でもご相談いただきたいと思います。これから、雨がいよいよ、梅雨に入ってますが、これから集中して雨降る、時なんかですと、やはり排水溝がないタイヤは、スリップを起こしやすいです。特に今言った両肩摩耗が激しく出てますと、車輪、ハンドルを、切っているとき、タイヤの、方向を決める前輪がですね、両肩が減ってますと、やはり、滑りやすくなってきます。安全管理上、やはり、しっかりその辺をですね、見ておきたいというふうに、思います。ですので、何か、ありましたら、私に相談していただければと思います。ぜひご相談いただきたいと思います。お待ちしております。ありがとうございます。